はい、本日も始まりましたコレパ放送局。今回は一番くじクラブさんから販売される一番くじ鬼滅の刃最高位の剣士柱、はい、こちらが販売されるということでね、こちらの詳細をお伝えしていこうと思います。はい、今回はね、一番くじ鬼滅の刃最高位の剣士柱が登場ということで、発売日2022年10月15日土曜日より順次発売予定。メーカー希望小売価格は1回700円の税込み。取扱店はローソン、HMV、ユナイテッドシネマ、一番くじオンラインなど。ダブルチャンスキャンペーン期間は発売日から2023年1月末日まで。店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございますと、なくなり次第終了となりますので、お早めにくじをゲットしてみてください。はい、鬼滅の刃といえばね、やっぱりローソンさんが入ってますのでね、はい、コンビニがね、どこか1個でも入ってるとね、やっぱり引きやすいですよね。じゃあ早速景品の紹介をしていこうかなと思います。まず A 賞マスターライズ煉獄杏寿郎のフィギュア全1種約26センチ。炎の呼吸を使う煉獄杏寿郎がマスターライズで初立体化、勇ましい立ち姿をお楽しみください。はい、煉獄さんとかのねフィギュアは出てたんですけど、マスターライズ版は出てなかったってことなんですね。はい、意外と初めて知りました。はい、次 B 賞マスターライズ富岡義勇フィギュア全1種約26センチ。水の呼吸を使う富岡義勇がマスターライズで初立体化、科目の中にも凛々しさが伺える立ち姿をお楽しみください。はい、お次は C 賞マスターライズ胡蝶忍フィギュア全1種約23センチ。虫の呼吸を使う胡蝶忍がマスターライズで初立体化、可憐な立ち姿をお楽しみくださいってことでね。はい、忍さん可愛いですね。はい、忍さん3センチ低いみたいです。はい、D 賞ビッグメタリックアートシート全2種 B3 サイズ。メタリックの印刷が施されたビッグサイズのアートシートです。 B3 サイズで迫力あるイラストが楽しめますということでね、イラストの方がめちゃめちゃかっこいいですよね。はい、縦サイズになっております。はい、お次は E 賞アクリッツキーホルダー全14種約 6.5センチ。テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編の名場面画像を起用したアクリルキーホルダーです。厚みがあるので立てて飾れますって、すごい厚みがあるってことかな。見た目なんかそんなになさそうな感じしますけどね。はい、そんなに大きくないから簡単に立つってことでしょうか、ちょっとわかりませんね。はい、F 賞キュンキャラ小皿全7種約12センチ。こちら選べませんってなってます。可愛いキュンキャライラストは小皿になって登場。はあ、これ可愛いですね。サイズは12センチってことでね、ちょっとお菓子を入れたりとかする分にはいいのかもしれないね。はい、G 賞チョコノコラバーマスコット全15種約 6.5センチ。こちらも選べません。チョコノコがデザインされたラバーマスコット。そしてラストワン賞ラストワンバージョンマスターライズ煉獄杏寿郎のフィギュア約26センチ。メタリックカラーのスペシャルカラーバージョンのフィギュアです。最後の1個を引くと手に入るってことでね、くじの残り数は店舗でご確認くださいってことで、めちゃめちゃこれねメタリックがやばいですね。もうここの画面だけでやばそうな感じしますけどね。はい、最後はダブルチャンスキャンペーンマスターライズ煉獄杏寿郎のフィギュア炎の呼吸を使う煉獄杏寿郎がマスターライズで初立体化、勇ましい立ち姿をお楽しみください。当選数は50個全1種のサイズが約26センチ。こちらは A 賞マスターライズ煉獄杏寿郎フィギュアの同一の商品となります。期間は延長される場合があり、キャンペーンナンバーが投下されている商品に関しては期限が終了している場合がありますということでね、はい、ダブルチャンスキャンペーン期間は発売日から2023年1月末日まで。はい、ダブルチャンスキャンペーンを忘れる前にもその場でちゃちゃっとやった方がいいのかもしれないね。はい、ということでね、今回は一番くじクラブさんから販売される一番くじ鬼滅の刃最高位の剣士柱、いやこれね、このタイトルだったら僕フィギュアがね9種類柱だけのフィギュアがね9種類出るんじゃないかってねちょっと予想したんですけど、いや違いましたね。これ3回に分かれるパターンっぽいですね。発売日は10月15日土曜日より順次発売予定。1回700円の税込みでローソン、HMV、ユナイテッドシネマ、一番くじオンラインなどということでね、はい、結構ローソンが入っているのでくじとしてはやりやすいんじゃないかなと思います。はい、ぜひみんなね、ぜひゲットしてみてください。はい、そんな感じでバイバイ。